大きな壁、と自ら表現する高い目標を設定して、その頂に猛烈なアタックをかけ始めた浅田真央が、戦いの場にしっかりと戻ってきた。復帰シーズンとなる今季のグランプリシリーズ GP 初戦となった中国杯で、25歳の元世界女王が2シーズンぶりの GP 優勝を飾った。今回の GP 大会出場は、優勝した2013年12月の GP ファイナル福岡以来、11年ロシア杯から数えて8連勝となり、シリーズ通算15勝目、GP ファイナル4勝を含む、で日本選手最多優勝回数を更新、歴代最多の17タイトルを持つイリーナ、スルツカヤ、ロシアの大記録まであと2つに迫った。この日のフリーは、2度のジャンプミスなどで精彩を欠いて125.75点の3位だったが、前日のショートプログラム、SP、で、2位との差を約6点差つけていた貯金が、行き、合計197.48点のトップスコアをマーク。フリー1位の本郷理香を、1.72点差でかわして、辛くも逃げ切った格好だ。今日のフリーの演技は、すごく納得していないですし、自分の予想していた演技ができなかったので、結果は優勝ですが私としては、満足していませんね。フリーでは自分のやるべきことがたくさんありますし、まだまだ課題がたくさんあるんだなと、感じました。次の試合、NHK 杯に向けて、時間は少ないですけど、フリーを中心に練習していきたいです。滑り終わってフィニッシュポーズから立ち上がるときに、見せた苦笑い。満足のいく演技ができなかった不快なさに、少し重い気分を抱えて、リンクを引き上げた浅田は、キス、くらいで応援してくれたファンに、ありがとうございました。失敗しちゃいました、と手を合わせ、感謝と申し訳ない気持ちを、見せた。すでに10月3日の、ジャパンオープンで披露しているフリーは中国杯で、2度目。だが浅田にとっては GP 大会という本格的な競技会での初演技だった。今大会では公式練習から気負った様子は見られず、普段通りの浅田がいたように、見えたが、やはり勝負がかかる競技会での、戦いとなるとプレッシャーは、あったようだ。佐藤信夫コーチはこう明かした。やっぱり冷静に振り返ってみて、久しぶりの競技会ということで、彼女には非常に大きなプレッシャーがあったのではないかと思っています。SP は6分間練習後、一番の滑走順だったのでとっても良かったと思いますが、今日は一番最後で、いろいろ考えてしまったかもしれない。だから、何回か、試合を重ねていかないといけないと思います。いつもと変わらないように見えますが、緊張感は間違いなくあったと思います。そんな心の内を抱えながらも、SP に続き、フリーでも冒頭のトリプルアクセル、3回転半ジャンプを成功させた。休養前にはほとんど見ることができなかった。軽やかで力みのない、切れ味抜群のジャンプだった。ここから勢いに乗っていくかと思ったが、落とし穴が待っていた。直後の連続ジャンプの、3フリップ3ループの2つ目の、ループで回りきれずに転倒。そして3本目のジャンプとなる苦手の、3ルッツではバランスを崩して、2ルッツになる立ち上がりだった。また、プログラム終盤には得意の、3フリップからの3連続ジャンプを、予定していたが、1フリップとパンクしてしまう失敗が、続き、アンダーローテーションの回転不足と、判定されたジャンプも2つあるなど、ジャンプで精彩を欠いた。最初のフリップループの失敗は自分の中でも予想外で気持ちが前に前に行ってしまって次のジャンプも平常心を保てないまま行ってしまったかなという感じがありました。後半のジャンプミスはちょっとスタミナと気持ちが合ってなかったかなという感じでした。確かに得意なジャンプで失敗をして得点は伸び悩んだ。それでも代名詞のトリプルアクセルをしっかりと飛んだ。その上、プログラムのジャンプ構成は、休養前よりも明らかに、難しいものに取り組んでいる。冒頭のトリプルアクセルから始まり、3フリップ3ループ、
そして3ルッツという高難度のエレメンツの連続技だ。この組み合わせのジャンプ構成は SP、SP の場合は連続ジャンプとルッツの間にスピンが入る、とフリーともに果敢に挑戦した。いずれも完璧に破できなかったが、あえてシーズン序盤からこのジャンプ構成にチャレンジした意気込みに凄みが感じられた。休養明けの復帰初戦で挑戦すること自体、並大抵のことではできないからだ。それをやってしまうところが浅田らしかった。今回、SP とフリーでトリプルアクセルを飛べたことは、今後の試合に向けて自分の自信になったかなと思います。アクセルの調子は、このまま続けていって、他の部分では SP でも、フリーでもまだまだ減点されるところがあるので、他の部分の質をもっともっと上げていかないといけないなと思います。サンルッツについては、単発ではいけるんですけど、トリプルアクセルからフリップループ、ルッツという難易度の高いジャンプが3つ続く、フリープログラムの序盤のところが自分の中で大きな壁ですね。この3つのジャンプのリズムをもっともっともっと自分の中に入れていかないといけないと思っています。NHK 杯、27日開幕までにはこの3つのジャンプをもっともっと練習していったら大丈夫かなと思います。自分の今の課題としては、3つの大きなエレメンツの質を高めていくことです。演技後の取材で、浅田は、普通は2度重ねて使う、もっと、という言葉を力を込めて3度続けた。自分はまだ、もっと、できる。もっと、やるべきことがある。もっと、上に行ける。そんな強い思いが3つ目の、もっと、から伝わってきた。貪欲な向上心を持つアスリートなのだと、改めて感じた瞬間だった。ブランクの影響も書き合いだ見せた。昨季から、名前のコールから30秒以内で、スタートポジションにつかないと、1点減点になるという規定ができたが、フリーの最終滑走だった浅田は32秒かかり、1点減点されてしまった。勘違いしていました。これまでと同じく1分かと思ってしまって。と、ルール変更に戸惑いを見せた。この減点が勝敗を左右しなかったことに、今回でよかった、と胸を撫で下ろしていた。ただおそらく本人も、復帰宣言をした当初は、相当な時間をかけなければ、休養する前に出場して、優勝した、昨年、2014年、の世界選手権レベルにまで戻すことはできないと思っていたに違いない。本格的に競技開始用の練習に取り組んだわずか数か月の時間で、それを休養前とほぼ近いレベルまで復活させてきた。しかも一部のエレメンツ技では休養前よりもパワーアップしているところが見られた。これにはスケート関係者や報道陣も驚きを隠せなかった。今試合を終えて振り返ってみると、一発一発のジャンプ、波紋何も問題なくいくので、あと波紋、最初から最後まで、プログラムを通して、ジャンプを、やるリズムを作っていかないといけないんだなと、改めて感じました。今回の大会に出場してみて、試合感はそこまで抜けていなかった。まだまだ、プログラムの、仕上げの段階でまだもっと追い込まないといけないんだなと SP でもフリーでも思いましたね。いつもよりも仕上がりは早い方ですが、曲を通した時にまとまった演技ができるように、これからはプログラム全体を通した仕上げの演技をしていかないといけないなと思いました。佐藤コーチも次のように語って今後に期待を寄せる。正直私はまだ慎重な運転かなと思っています。演技にもう少しグッとくるものが欲しいかな。ただ、回を重ねていけば順調にいくと思っていますし、少しずつ固めていきたいです。今日のフリーであまり想像できなかったミスを連発したわけですけども、どこに原因があるのかということを本人がよく考えてくれれば、それが一番の収穫になると思います。中国杯を制したことで、12月初旬にある GP ファイナル進出に、向けても一歩前進。結果もしっかり出して、内容的にも重大の
若手選手に劣らない実力を発揮してみせた。25歳の浅田真央がどこまで突っ走っていくのか、その可能性に目が離せない。新人夏分 TXT by SYNN YINHA のと曲撮影 PHOTO by NOTO SUNAO。